アダム・モリソン、アダム・モリソン、アダム・ジョン・モリソン、1984年7月19日体は、アメリカ合衆国モンタナ州、グレンダイブ出身の元バスケットボール選手。現在は、選手生活に区切りをつけ、ゴンザが大学のビデオコーディネーターをしている。身長203センチメートル、体重93キログラム、ポジションは、スモールフォワード。ニックネームは、アンモ、モ。 ザスタッシュ父親がバスケットボールの大学のコーチをしている家庭で育ったため、幼少の頃からアメリカ各地を転々とした。ゴンザが大学の所在するワシントン州スポケーンへ移った時にはチームのボールボーイを務めた。8年生の時に1型糖尿病の診断を下されたが、メット高校進学後、病気によってキャリアが立たれるようなことはなかった。 3年生になると、カンファレンスの1シーズンの通算得点記録を塗り替え、チームを週の決勝トーナメントに導く活躍をした。決勝では発作にかかったように、低血糖症の中でプレーすることを余儀なされたが、37得点を記録した。しかし、チームはシーズンで唯一の黒星を期した。ウェストコースとカンファレンスに加盟するゴンザが大学に進学した1年生の時、 平均11.4得点を記録して、カンファレンスの優秀新人チームに選出。2年生になると、さらに成績は上昇し、平均19得点で、カンファレンスのファーストチーム、優秀な成績を収めた5人に選出された。3年生になり、11月下旬に、ハワイ州ラハイナで開催されるマウイインビテーショナルに、出場、アメリカ国内で知名度の高い、 大学バスケットボールトーナメントの一つ。第1ラウンドでメリーランド大学を下すと、準決勝では43得点を記録して、ミシガン州立大学をトリプルオーバータイムの末に破ったが、決勝ではコネティカット大学相手に破れ去った。なお、モリソンはトーナメントのファーストチームに選出された。レギュラーシーズンに突入すると、平均八点八得点を記録し、 NCAA のトップスコアラーになった。特にメジャーカンファレンスのチーム相手に高得点を記録するなどしてメディアの注目を集めた。NCAA トーナメントではスイートシックスーン、ベスト16に進出し UCRA と対戦。1点リードで迎えた残り17秒。UCRA のジョーダン・ファーマーがゴンザマの選手をスティールすると無名とにアシストパス。 ユーシアレイが逆転シュートを決め、チームは悔しい逆転負けを喫した。この時、人目をはばからず、フロアに泣き崩れるモリソンの姿が中継された。またこの年、デューク大学の JJ レディックと共に、オスカー・ロバートソントロフィーを獲得した。そして4年生に進学することなく、NBA 入りの意思を表明した。2006年の NBA ドラフトにおいて、シャーロット・ボブ・キャッツより、 全体3位指名を受けて、7月6日に契約して、NBA 入りした。チームの GM に就任していたマイケル・ジョーダンに、ラリー・バード・よと言はしめ、期待の高さを伺わせたが、チャールズ・バークレイは、ブランドン・ロイを指名するべきだと主張し、モリソンの指名に反対していたという。開幕戦より出場を果たし、5戦目で、初先発を経験。11月のイースタンカンファレンスの月間。 最優秀新人に選出された。ルーキーイヤーは平均11.3得点、3リバウンドを記録するも FG が33.7%、またフリースローが71%など、シューターとしては正確さに欠ける一面が目立ち、結局新人王受賞はならなかった。2007から08シーズンは膝の怪我のために全球。さらに2008年にベッドコーチに就任した。 ラリー・ブラウンの信頼を得られることはできず、2009年2月7日に、ウラジミール・ラドマノビッチとの交換、東土で、シャノン・ブラウンと共にロサンゼルス・レイカーズに放出された。あと2条弾は、彼を指名したのは失敗だったと語っている。ロサンゼルス・レイカーズ加入後はさらに出場機会が減少し、2009から10シーズン終了後に、レイカーズから放出され、 ワシントン・ウィザーズと練習生契約をしたが、2010から01シーズン開幕前に解雇された。その後は、ヨーロッパでプレーしながら NBA 復帰を目指すも叶わず、2013から14シーズン開幕前に、ポートランドトレイルブレイザーズの入団テストに不合格になったのを最後に、選手生活に区切りつけ、現在は母校ゴンザが大学のコーチを経て、 ビデオコーディネーターを務めている。ジュニアチームにおいて4試合出場経験があるが、トップのアメリカ代表でプレーした経験はない。2006年に日本で開催されたバスケットボール世界選手権のトレーニングキャンプに招集された選考に残ることはなかった。ラリーバード2世と形容されていたこともあり、大学時代は屈指のアウトサイドシューターだった。シュートセレクションに長け、 苦手とする距離や角度がない。アウトサイドだけではなく、ポスト付近でもフックシュートを繰り出すなど、シュートセンスの評価は高かった。学生時代から身体能力の低さを指摘されていたが、光るシュートセンスがそれらをカバーしているとの声も多く聞かれていた。弱点は、ボールハンドリングの悪さ、そしてリーグワーストレベルのディフェンスであり、それが、ラリー・ブラウンや、 フィル・ジャクソンといった名称に敬遠され、NBA をわずか4年でドロップアウトした最大の要因である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。